顔がテカってんのがバレちゃう。こんばんは。お一人です。電波悪い。孤独です。こんばんは。眠そう。ちょっと眠いです。虫は泣いてない。東京なので泣いてません。都会は泣きません。ジージー聞こえる。嘘。ちかちゃんは今別の部屋。そう、今日はファンの方に大人っぽいねと言われまして、ありがとうございます。車の音が聞こえた。車動いてた今。私の耳よりいいね、このマイク。すごいね。大声でさ、隣の部屋まで聞こえると聞いたよ。どんな話してんの。ワンピースは短かったですよ。こんばんは。すごいライトが焼けそう、このライトで。すごいローアングルだから みんな壁薄いから声小さめの配信。はい、気をつけます。気をつけます。日焼けしたくないね、今年は絶対に。スーツだったの知らなかった。うん、スーツじゃないよ。スーツじゃないよ。食事はしたの？食事はしたよ。消えていくこれ。光で遊ぶやつ。ピュー。幕張は普通の気温でした。わかんない、会場はあれかもしれないけど。今日のケータリングはサムギョプサルでした。はい、サムギョプサルです。こんばんは。
そう、久しぶりに食べました、サムギョプサル。愛ちゃん27度、暑いね。インスタにコメントしてた、ありがとう。インスタ見てね。そう、今日 AKB の方とご挨拶してきました。トレの会場で AKB の方が握手会をやっていて、そう、すごいみんな可愛かったです。可愛いと思って、すごいなと思いました。元気です、元気ですよ。 AKB に今知り合いはいないですね。そうなのよ、最近ね AKB の方と会うことが少ないので、同期の部屋に行かないの、行きません行きません。今日は後でちかちゃんの部屋にお邪魔しに行こうと思います。そっか、会社変わったからってのなのかな、どうなんでしょうか。やめて、ヤクルト1000吹きかけにとかやめてください。焼けそう。やっぱね、これ長いんだよね、電気が。半分眠ってますけど、私何時も寝てるの、わかんない、眠くなったら寝ます。はい、明日も同じか分かんないけど、朝ショールームして、朝っていうかまあ午前中か、会場に向かいたいと思います。親にドライヤーはあるの？あるよ。いつ眠くなるの？わかんない。でも今ちょっと眠いかも。5時から配信は厳しいです。あ、そう、明日は未完全です。ぜひご覧ください。オープニングもね、ぜひ見てください。テレビ愛知のオープニングもぜひご覧ください。ウキパで見るね、ぜひね。明日はいよいよダービーです。そしてあの中日スポーツさんで、あの高知競馬の、はい、重賞ですね。明日あの福永陽一記念という重賞があるんですけど、ぜひそれの予想をしたので、中日スポーツぜひ買ってくずゲットしてください。お願いします。多分すごい競馬場人多そう、東京。
4回目は決まってません。私も府中に行きたいです府中に行きたいです。こうちゃんがひそひそ声で配信始めた大タクシーでお願いします。幕張から府中は遠いよね。確かに今日も可愛いね。ありがとう。ほぼメイクボロボロで、ボロボロの顔ですが、珍しくピンをつけました。肩凝ってるの？凝ってない。この体勢が楽。こうやるより肩凝ってるように見える。ローアングルだから。リボン大きくない？なんでしょうねなんでしょうね。肩は凝ります。足もしびれます。年ですとか言って。年ですね。もう肩痛めたポーズ。お疲れ様、ありがとうございます。おいたな、おいおいで、本当に。こんばんは。疲れた感が OL 感っていいね。いい、本当ですか本当ですか。お疲れ様です。皆さん缶ビール飲もうかな、これで社会人です。大人になりましたよ。そりゃ最近あやめろ好きになりました。ありがとうございます。ぜひお会いしましょう。お疲れ様です。 CM だよね、ビールの。今の髪型好き。すごいボサボサだけどね。お、出ました、ありがとう。804日です。ありがとうございます。7時2イベントの後に飲みに行ったんだよねそうです、そうです。よくご存知で最高でした。ということで、明日も今日と同じ時間ですね。幕張メッセで最初私握手会に2部やって、あと休憩挟んで1部やって、また休憩挟んで2部やってと、まあ、計で5部ですね。トーク会、握手会含め。はい、皆さん会えるのを楽しみにしていますので、皆さんもゆっくり休んでくださいね。それでは皆さん、また明日。
バイバイ。おやすみ。切れない。